今ねどこにいるかっていうとね、長野県の松本市にいます。松本の駅初めて来ましたね。通ることはね結構何回もあったんだけど、駅の周辺前、まあ、ホテル泊まってんだけど、で、この周辺散策する松本城も明日訪れるんだけど初めてですね。でこれが駅ですね、松本の駅です。でこちらが、タクシー、これが東口お城口ですね。お城がある方ですね。松本城、現存寺松本城ということで、松本藩の城下町だったところ、そこのところに、市街地が形成されていて、そこからまたこの駅からこう、ね、なんでこの辺りは、タクシー止まってて、あとホテルもあってですね、って感じです。でこういう感じで駅周辺ですね、座るとこも結構ありますね、はい。でこっちがね松屋もあるね。でセブンがあって、そっちはカラオケとか、さっきそこの蕎麦屋で食べたんですよ、飯田屋っていうとこね。ホテルがあって、ホテルの多分同じ名前だから多分飯田屋がやってる、本当は同じ系ですかね。これがホテル飯田屋ですね。ここもなんか良さそうだね。であとはそのチャンスセンター、宝くじよくあるよね、チャンスセンターね。ジンギスカン、北海道出身の店主が。で向こうを見るとシナそばってあるかな、ラーメン屋のシナそば。すげえな、駅のところにこんなんだね、座るとこがあって花が売られて、いいっすね。で松屋があってって感じですね。そこのなんか屋台寿司とか、これ結構全国チェーンのやつありますね。ここですね、現在地で。あとこう行くと伊勢橋通りとかパルコとかあるんだね。でお城があってということで、なんでまあ城下町あたりはこの辺りですね。これは大名通りだから、武器士とかが住んでたこの辺りか。でちょっとこの辺りを行ってきます。あと美術館、でこの通りは駅から伸びる道です。カラオケ屋があって、何でしょうか、あそこに今泊まってるホテル AC に泊まってるんですけどね、すぐそこです。めちゃめちゃ近い。信州産の地酒、お土産ワインか、これなんかなかなか良さそうじゃん。松本市居酒屋バンカー、お疲れ様でした。これは信州の隠れ家酒場、いろり屋か。酒と魚とうまい飯、なかなか良さそうじゃん。信州の味、野沢菜、馬刺しもあるんだって、馬肉とか信州そば、信州サーモン、山賊焼きか、これ名物だね。この辺ですね。じゃあこれ下で、そば居酒屋か。やっぱ信州長野だけあるね、そば居酒屋馬刺し、これすごい。軽く食べんならラーメンが大好きだからね、大好物強くてラーメン食べて、こっち来てから長野来てから信州そばばっかす、スタミナ焼くの元祖。結構お店ありますね。信州牛マスコトイプ中島さん、アメリカンダイナー、ここは横丁ね。こういうの結構いいよね、昭和の香りがするって感じで。この通りなかなかいいですね。駅からもほんとすぐそこのところです、アメリカンダイナーということで。山田さん、和の心巻き、カフェ&バーがリンクル歌ってる。シューティングバーか、これ面白いね。こんな感じで
けど、すごいね。で炭火干物食堂かで、駐車場があってモス煮込み、なんかこんな感じいいね。でここがちょっと出てきて、これはこれからちょっと座るところだね。でこっちがねパソコン収録で、これは野菜巻き串三つ分というところですね。あっちがもう駅ですね。ここから入ったところが向こう側が結構店ありましたね。あそこに道民があるね。大横もあるね。でピタッとハウス。2DK で中央って結構中心の方か。6万安いよね、やっぱ東京はやっぱ高いけど、割とやっぱ他の方が大体安い。涼しいですね結構。なんか長野市から来たんだけど、松本とか標高高いからね、涼しいです。はい、夜ね。あそこなんか良さそうじゃん。え、無国籍ダイニングか。無国籍だから、まあいろんな多国籍ダイニングみたいなのですけど、いろんなところの料理、中国スナックラウンジで、まあこんな感じでラウンジがあってそこベトナムですね。最近ほんとベトナム人が多いからね、ベトナム料理屋が結構できてますね。ベトナムの雑貨店とかね。まあほんと最近犯罪者多いからね、ちょっとほんとしっかりしてほしいなと思うんですけどね。ベトナム駐在してたら自分ですけど、ラーメン屋もあるしょ。ですか、餃子、安ラーメン。東洋がいいですね。でホルモン屋ってあるね。ホルモン屋、で駐車場ですね。あ、これパルバ。いや、どういう酒場か。山賊焼きって結構やっぱりあれらしいね、名物みたいですね。さっきなんかそば屋で食べようとしたら売り切れでした。山賊焼き定食か。風鈴か、いいね。ラウンジ、蔵か、すごいね。もうこれは本当昔の城下町でしょうね。町名から本町だか本町だか、どっちだか分かんないけど。でバスが、シナのメディアガーデン、ビリソナ銀行、あとみずほがありますね。銀行があるんだな。法理的に横浜の高銀信用組合の初めて聞いたぞ。でこれですね、これなんだよね、フランス料理屋かな。ライザップあるじゃん、ライザップ。でこれはエゾバル、北海道イタリアン酒場、三井フリースペースか。これなんかいい感じのビューですね。でこれが川か、提灯があっていいですね。なんか落ち着いた川だね。昔ながらの、ここお城が 300m ぐらいだから、でこの辺り城下町が広がってた感じだから、まあ昔の雰囲気ってなんか感じ取ることできますね。このランプはちょっとなんか明治とかそのくらいのがお城の感じですね。大手交番、こんな感じです。で神社があります。でこっちがお城です。あ、もちろん近代化されてるんだけど、やっぱちょっとその昔の松本藩の城下町っていう風情がちょっと残ってますね。はい、涼しいな。
で、これ日本海庄屋ですね。この通りも、まあ、今結構閉まっちゃってますけど、結構通りにお店がある感じですね。洒落た感じのね、お店が。ハニーハント、チャージ4000か4400円、割り物カラオケ込みスナック。で、これがゴールデンか、ゴールデン酒場で、こんな感じです。で、この辺りも夜の、通りって感じですね。多いね。これは初めてますけど、ここ結構飲み屋街して夜のね、はい、なんで結構立ち飲みましたよ、マッサージと中国人。でこんな感じか、そっちの通りだね、あるのがね。